アイビブリオは、ノースカロライナ大学チャペルヒル校が運営する、電子図書館。以前は sunsite.unc.edu 及び meetalab.unc.edu と呼ばれていた。ソフトウェア、音楽、文学、芸術、歴史、科学、政治、文化研究など、インターネット上のパブリックドメインや、オープンソースの情報を収集、公開しており、 コレクションのコレクションを行っている。パブリックドメインセンター、IBM、ソースフォージなどのパートナーと協力している。また、ストリーミング音声ラジオ局も提供している。1994年11月、ノースカロライナ大学の学生が運営するラジオ局であるアキシックを再放送することにより、最初のインターネットラジオのストリーミング配信を開始した。また、i p v 六 インターネット2を使った最初の飛翔用無線ストリーミングの功績も認められている。特に明記されていない限り、i イ i b リ i o のべての資料はパブリックドメインである。i イ i b リ i o はオープンライブラリーとオープンコンテントアライアンスののメンバーである。1992年、ノースカロライナ大学チャペルヒル校は sunsite.unc.edu を開発した。これは、 一般向けのアーカイブと情報共有プロジェクトであった。これは3マイクロシステムズからの資金援助により運営されたため、スンシテという名前が付けけられた。その後、3との関係は終了し、名前もメトラブに変更された。学術機関、企業、情報技術企業家など様々な情報源と協力した。また、 1992年に sunsite.unc.ed u はインターネット上の最初のウェブサイトの一つになった。今日でも歴史上最も古いウェブページのコピーのホストとなっている。2008年のアンク WMI ビブリオイベント。2000年9月、メトラブはパブリックドメインセンターとのコラボレーションを開始した。公開図書館とデジタルアーカイブという目標を反映して、 名前がアイビブディオに変更された。ありがとうございます。